早く来い来い木曜日ああ、それはそうですねまるで思い出したかのようにそうですね思い出したんだけどまあどうなんでしょう、これちょっととりあえずこの5分間ネタで2週間ぐらい続けてみる、そうですね、今週来週ぐらいまでやってみようよ、やってみましょう、うん、でこれで回転数が上がれば上がったで、はいはい、ないしメールがいっぱい来たら、はい、わかんないなそれでももっと伸ばせって意味でメールが来てるかもしれないですね、かもしれないですね、っていうかちゃんと聞いてるからっていう、あーメールをもらえばちゃんと聞いてるからって、じゃあ伸ばそうよって、はいはいはい、思えるけれど、まあまあ聞いてないんだったら5分でいいんじゃない聞いてないんだったらだったらやらなきゃいいんじゃねえかこれ何のためにっていう継続は力なりだからさ、どうしても、まあまあ、はい、だからね何事もね、当たり前のようにあると思った瞬間に、はい、そういうものってなくなっていくんだよ、あだと思うんだよ、はい、でなくなって初めてわかるありがたみみたいなものかね、ああの親と健康とセロハンテープですか、なんか重い中軽い中新幹線で走るときに一番、はいはい、の大きな看板で工場にあるんだよ、はいはい、なくしてみて初めてわかるありがたみ、親と健康とセロハンテープっていうよく考えましたね、まあ秀逸なコピーだからこそあれ工場全体のでっかい看板になってる、ああなかなかねいいねと思いながら、あそうですね、いいですね、だから日刊月報も当たり前のようにあると思っていた瞬間に、はい、プツッと終わるからプツッと終わるんですか世界が終わるときってそういうもんですよ、ああ、なるほど、ずっと終わるんで、確かにそうかもしれないですね、だから続けていきましょう、はい皆さんのメールをお待ちしております、2ヶ月、はい、世界終末時計残り5分に、人類が滅亡するまでの時間を象徴的に示した世界終末時計の針が1分進められ滅亡時刻とされる午前0時まで残り5分となった。針が進められた理由として同氏は核軍縮の進展が見られないことや気候変動などを挙げた。終末時計は2010年初めに1分戻されて残り6分となっていたそうです。それなんか覚えてるよ、あ6分になった、じゃなくて、はいはい、昔、はい、その世界終末時計っていうのがあるっていうのを、はいはい、小学校低学年ぐらいの時に聞いて、なんてすごいものがあるんだ世の中にはっていう風に、それがなんゼロになったし、ゼロか分からんけど、勝ちな、あと何分っていうのがあって、はい、それがゼロになった瞬間世界終わるんだ誰がどういう基準で動かしてるのか、はいはいはい、なんでそんなものに僕ら左右されなきゃいけないのかっていうもうね、マザーコンピューターのスイッチみたいなも、はいはいはい、ものみたいに思うじゃない、そんな子供の時聞いたら、はいはいはい、そうですね、なんてすごいものがあるんだと、誰かがそれゼロにしたらどうするんだっていう、そうですよね、もうその瞬間終わるんだって思っちゃうんですよね、すごい怖かった覚えがあるけど、今となってはね、はい、これなんか決めてるのが、うん、ノーベル賞の受賞者とかを含めたあの科学者によってこう動かすかどうかを決めてるらしいですよ、うん、はい、じゃああれだね、ここら辺に降水確率どれぐらいしましょうかっていうふうに言ってる決め方と一緒だねそれと一緒なんですか割と最初の頃そうらしいぜ、そうなんですか、あの雨出すとかそういうのがなかった頃って、はいはい、その気象庁のその10人ぐらいいて、はい、どうしましょうか 30% ぐらいでっていうそのなんか結構しっかりした基準はなかったらしいよ、あそうなんですか、すんごい曖昧なところでそういうのを決めてたっていう大体 60% ぐらいでって50% にしときましょうかってまあ半々にしとけばって、まあどっちかですよね当たっても 50%、まあね、外れても 50% ですから、そうですね、なんかそういうのでもそうやって考えると、その昔なんていうのかな、はい、こういう、まあそういう、まあ、これは結構大してちゃんとしたっていうか、まあまあわりかし大掛かりだけど、わりかし企業がその宣伝の名目でさ、はいはい、そういうものを作るみたいな感じのことってよくやるわけじゃない、はい、そういうふうに考えると子供心にはでもそういうのってすごく信じるじゃん、はい、信じますね、信じるじゃん、はい、そういうのって、もちろん信じますね、なぜそんなものが生まれたのかっていうふうにだからそう考えるとやっぱり、はい、あの子供の時に感じたあの感覚って、絶対持ってた方がいいなって、ああ確かにそうですね、うん、なんであんな素直なんすかね、そうなのねバーモンドカレーの CM でさ、昔、はいはい、大きなスプーンが崖にかかってて、はいはいはい、そのスプーンを渡るっていう、はい、ありましたね、 CM あったじゃない、はい、あれで子供からあの、はい、あそこの場所は一体どこにあるのかっていう質問が結
結構来たらしくて。そうなんですか。すげえなっていうか。それともそういう質問したら困るだろうと思って。ああ、そこまで考えて。そこまで考えてやっているのか、どっちかじゃないか。まあ、どっちかですよね、きっと。うん、本当に。なんか喋ろうと思ったけど、時間過ぎた。あ、本当だ。終えた原生こと、楠本修正。まあ、仕事真島新田でした。また明日お会いいたしましょう。バイバイ。バイバイ。